旧作の小説。雑誌、新青年の昭和4年1月号に掲載された。廃病を病んだ美貌の女流ピアニストが、自身の出生の秘密に思いを巡らし、母親に売り二つに似た歌舞伎役者に長い手紙を、したためるというストーリー。猟奇的な世界観が、大半の夢の作品の中にありながら、清楚で流れるような、美しさが漂っている。 この作品に触れた江戸川乱歩は新青年同年2月号において23ページ読むとぐっと引き付けられてしまった探偵小説団においては珍しい名文ということができると高い評価を下している明治30年代東京丸の内の演芸館で美貌のピアニスト井野口敏子が演奏中滑血して倒れる自身の命が長くないことを悟った彼女は 自身と同じ年で東大の歌舞伎役者、中村半次郎に宛てて、身の上を綴った、長い手紙を書くのだった。敏子は、明治13年、九州は、福岡市に生まれた。入子である彼女の父親は、黒田藩馬回り500国の家に生まれた漢学者の、氏族で、冗談など口にしたこともない堅物の部男。一方で家付き娘である母親は、 女からも惚れられるほどの美人で手芸の名人。特に、教え作りに優れていた。この二人が結婚して、三年ほど後に生まれた、最初の子供がとし子だった。母親がとし子をはらむのと同じ頃、博多一の大富豪、柴田子と、柴田中兵衛がとし子の母の手芸の腕前を聞きつけ、自身の娘の初セックのために教えを注文する。 柴忠氏はその教えのモデルとして、当時博多に興業に来ていた、東京の名優、中村藩太夫の舞台、壇の裏かぶと軍旗を母に干渉させる。嫉妬深い都子の父はそれにいい顔をしなかったが、母親が舞台を干渉した末に作られた教え、箱屋のこと攻めは、柴正氏の家が、見物人で身の代限りになると言われるほどの、 出来栄えだった。やがて敏子が生まれる。彼女は母親の手芸の腕は受け継がなかったが、幼い頃からことが上手かった。父親は、俺のばあさまの遺伝だなと喜ぶが、なぜか母親は曖昧な受け答えをするのだった。そして、なぜか敏子の後には一人も子供が生まれない。一方、母親の手芸は以前以上に大評判。今では、 妻の稼ぎに依存する夫があちこちから持ち込んでくる仕事のため母は昼も夜もなく仕事の地獄に落ちているそんな彼女が教えのモデルに使うのはとしこの顔だったお前の顔は役者のように綺麗だからお手本にしているのだよと母は言うがその後になぜか辛そうな顔をするのだったとしこが12歳になった明治24年の春 以前教えを注文した芝氏が母親に再度教えを注文そのモチーフとして大量の錦絵を届ける母はその中から里見八県伝の一幕を選ぶがその役者絵を見た都子は描かれた犬塚志野の顔立ちが自身に似ていることに気がつくやがて八県伝の教えが出来上がり串田神社に奉納される評判を聞きつけた ト子の父親は清掃して見に行くが、周囲の群衆の噂であることを知ってしまう。娘のト子が、歌舞伎役者の中村反対優と、瓜二つに似ていることを、妻がはらんだのは、反対優の舞台を見ていた頃。それ以降、妻との間に子が生まれない、妻の作る教えのモデルは、揃いも揃って、 娘、と子の顔、妻と、中村藩太夫の不義密を疑った父は、帰り着くや、稲や妻子を一頭の下に、切り捨て、自身は切腹して果てる。辛くも、一命を取り留めたと子は、芝忠氏に育てられ、後に、彼の援助で上京する。そしてある日、歌舞伎の雑誌に載っていた17歳の名優、中村藩次郎の写真を目にして驚愕する。 半次郎の顔立ちは、敏子の母親に由り二つだったのだ。自身と半次郎は、男女の創生児だと確信する敏子。同時にそれは、母親と、反対流の不義密通のあまりに残酷な証拠であり、自身の運命を思って泣き伏す。しかし敏子は、図書館で資料を漁るうちに、奇妙な学説を発見する。それは、 母親が配偶者以外のものを指示を持っていれば、肉体関係を持たずとも、そのものに似た要望の子供が生まれるという奇怪なものだった。果たして母親と反対友は、不義密通を犯していたのかそれとも、互いを思うだけの純愛だったのかこの作品は、全体が都子の書いた手紙として設定されている。この書簡体形式は、少女地獄や、 瓶詰めの地獄にも使われたものである。死後の恋や悪魔祈祷書に見られるような独白体形式とともに、夢の作品の短編では、この2種類の手法が効果的に用いられていることが多い。講義でのテレゴニーを扱った作品と解釈することもできる。ありがとうございます。